よし、では行きますね。はい、あ、みーさん誕生日ありがとうございます。ありがとう。よし、では行きます。はい、商品名が刺繍襟ギャザースリーブブラウス、はい、色が C の5473 でございます。はい、お色がぐーちゃんが着てくれているお色がホワイト、ホワイトです。はい、そして手に持っているのがラベンダー、ラベンダー。はい、そして私が着ているのがミントの3色展開になっております。お値段いきます。じゃん、2530円。で、こちら5月21日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。では、はい、ゆーちゃんにポイントをお願いします。はい、これはですね、まずこの刺繍がめちゃくちゃ可愛いトップスとなっております。この襟の部分のレースなんですよ。これなんかね、こう透けている感じのレースで、最近結構刺繍のブラウスとか多いと思うんですけど、こんなにレースの刺繍っていうのが本当に珍しいんじゃないかなと思います。はい、でそこまで強調される大きいレースじゃないので、フェミニンでも着たいけど、ちょっとそんなフェミニンすぎるのは苦手な方とかにも本当にめちゃくちゃ優秀なアイテムなんじゃないかなと思います。はい、でこれボタン付きなので、ここ開けてもらっても着ていただくことできると思います。はい、で V もそんなにめちゃくちゃ深いわけじゃないので、私骨格ナチュラルで結構 V ネック苦手なんですけど、これはまだいけるかなと思います。苦手な方はこういう風にスクエアタンク合わせてもらったり、タンクトップ中に着てもらえれば大丈夫じゃないかなと思います。はい、で腕のところ、ここがねちょっとパンスリーになってる感じと、ここのギャザーが入っているのがすごい可愛くて、でここがちょっと引き締まっている感じとかも本当にフェミニンさ満載じゃないかなと思います。はい、そしてショートだけなんです。嬉しい。はい、なんでオフィスウィッチよりちょっと下なんですけど、私160センチでちょっと下らへんなんですけど、ショートだけなのでデニム合わせももちろん可愛いですし、ハイウエストとかね本当にもってこいだと思います。でスカート、フレアスカートとか合わせてもらっても絶対に可愛いですし、インが苦手な方とか本当にこのショート丈はめちゃくちゃ使えるんじゃないかなと思います。はい、はい、以上です。ありがとうございます。あ、ぐーちゃん今日誕生日なの、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ちょっと下行きますね。はい、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。後でいただければと思います。はい、ではちょっと待ってくださいね。コメントがですね、私身をつけましたよ、コメント。みーちゃんの昨日の、パンツは M2084 ですか。そうです、 M2084 でございます。はい、S サイズです。はい、クラフトのね、はい、違いで持ってます。あ、そうまだ届いてないけど、ライトブルーを買いました。私はこの色持ってます。あ、そうね。はい、ですね、高見のダンスですね。高須さんは本当にそうだと思います。刺繍がね、そうなんですよ、この刺繍が本当に高見えで、しかもレースってめっちゃ可愛くないですか。透けるんですよ、ここが。めっちゃ可愛いです、本当に。はい、はい、パープル見たいとあるので、じゃあ、はい、来てこようか。あ、いいです、お願いします。私こういうなんかハリでなんていうの、ちょっとボリュームが出ちゃうような、なんていうの、ビッグ襟とかのブラウス、すっごい可愛くてトレンドで着たいなと思ってたんですけど、やっぱりなんかこの鳩胸のところが強調されて上半身大きく見えがちなのがコンプレックスやったんですけど、これは結構ストンと落ちてくれる素材で、ここですね、こっから襟が始まってるわけじゃなくって、ここは首元開いたままここだけチビ襟みたいなのがついている感じなので、すっきりしつつトレンドは抑えられるので、なんかちょっとトレンド襟買ってみたものの、あんまりしっくりこなかったなっていう方にぜひ買っていただきたい素材です。しっかり肘ぐらいまで私はカバーしてもらえるので、二の腕カバーにも持ってこいかなと思います。はい、あと丈が短いから低身長さんにもおすすめです。あ、羽織とかでも使えるかな、ピアさん、いけると思いますよ。ここ全開きするので、今スクエアタンク着てるんですけれども、ただこの襟がつながった感じが私は可愛いなと思ったので、普段着で着るならトップスで着るかなと思ったんですけど、半袖羽織としてももちろん使えます。はい、こんな感じで着ていただきます。よいしょ、説明会です、ありがとうございます。よかった。みーちゃん今履いてるパンツはですね、 M2084 なんです。結構何年か前のレタスの品番なんですけど、再販が何度かあって、結構ずっと売り切れが続いてたんですけど、最近再販があって、まだ多分ギリ在庫はあると思います。
本当にスタッフ全員一着持ってるんちゃうかなっていうぐらいの綺麗なストレートなパンツのワイドかな、なんかちょっと下半身がカバーできるようなパンツなのでぜひ検索してみてください。 M2084 です、はい。スカート合わせもお願いしたいの OK です。じゃあちょっと私次のカラー着てくるときスカート合わせもしてみますね。ね、ミント可愛いですよね。なんでさ、真夏は暑いかな。真夏私は着れると思います。結構テロッとした感じの素材感でそんなに分厚くなかったりするので。で、あとここゴム入ってるわけじゃないんですけど、ここしっかり大きめに履いてて風通しは良さそうなので私は真夏でも着るかなと思います。むしろ今日ぐらいの気温やったらちょっと寒いのでカーディガンとか羽織りたくなるなという感じがしました。あ、まさに襟付けに合わなかったです。これは強調されてないから大丈夫そうですよね。めっちゃわかります。1212、私も全く同じで、なんかまあ顔タイプとかパーソナルカラーとかはいけるから、まあ、なんやろ、めっちゃ似合ってんなっていう感じはせえへんけど、なんとなく上半身が分厚く見えるなっていうのがすごいあったので、これはそんな方にいけると思いますよ。そんなに上半身強調されないですし、はい、ぜひぜひ挑戦してみてください。ビッグエリ似合わなかった方にぜひ来ていただきたいです。で、今はコーブレタスのスクエアタンクを着用しております。はい、とみぐちゃん何色おすすめ。私はこの色がすごいミントやったかな、カラーがミントだっけ。ミントです。ミントが好きです。はい、とあ、今日誕生日なんですか。おけいさんスクショしました、ありがとうございます。あ、これみーちゃんめっちゃ似合う、ほんまですか、ありがとうございます。今日のボンベのスカートに、あ、そのコーデしてこようと思ってたんです。それで出てきますね、次。あ、ぐーちゃんそれで来てくれたの。はい、かわいい。そう、これあのスカート合わせ見たいといただいてたの。あ、そうなんですね。そうそうそう、ぐーちゃんがちょっと出してくれてました。よいしょ、はい、じゃん。今日はボンベードと合わせてみました。新作コーデよね。そうですね。あ、靴も新作か。靴も新作です。かわいい。白にしてみました、フェミニンな感じで。でもブラウンでも可愛いかもしれないですね、靴。はい、あ、ミーさんにもラベンダー着てほしいです。あ、じゃあ、準備コーデで、じゃあそうですね、着てもらおうかなと思います。ちょっとスクショしておきますね。うん、青とか大丈夫。ノースリーのワンピースの上に着たら変。ノースリーのワンピースの上に着ても可愛いと思いますよ。はい、ですがあのここが詰まってないものの方が可愛いかもしれないですね、香りやったらと思います。はい、うん、みーちゃんも肩幅気にならないですか。これは気にならないです。はい、私もね肩幅結構広めなんですけど、これは気にならないです。そんなにもうふわっとしてないので大丈夫そうです。うん、スケアタンク万能ですね。そうなんですよ、めちゃくちゃ万能、私も着てます。はい、うん、ちょっと待ってくださいね、下行きます。今日発売のサンダル気になってました。商品は紹介はないみたいです。履き心地どうですか。これはね結構ホールド感があります。なんかパカパカするかなと思ったんですけど、しっかり止まってくれて、昨日ずっと履いてたんですけど履き心地良かったです。靴ずれにもならなかった、私は大丈夫でした。なんか近くでお見せするとこんな感じなんですけど、結構ね柔らかい革じゃなくて結構固めの革なのでホールド感もあって、あの柔らかくないからこう足が擦れにくいなって思いました。はい、でここはベルト通しがあってベルト止めてもらう感じになります。はい、一回調節してもらうと毎日こう止めるだけで大丈夫かなと思います。はい、結構ガシッとホールド感があるサンダルになっております。はい、パキッとしたラベンダーですね。そうですね、ラベンダーの中では柔らかみのラベンダーっていうよりかはちょっと紫がパキッと強めになっているかもしれないです。うん、が誕生日ですね、ありがとうございます。スクショしました。今日発売のヒール高めのサンダルは紹介ないですか。そうなんですよ、今日は紹介がないですね。はい、うん、パープル可愛
ね、パープル可愛いですよね。あ、そうすけくん誕生日ありがとうございます。一緒、うん、の人多いね。そうですね、5月生まれが。お待たせしました。これインしなくても全然いけるんですけど、そうです、ね、もうちょっと、はい、なんか上目で履いてみて、うんうん、インもしてみました、うんうん、インしてもすごい可愛いです。短いのでもたつかないですし、あの今日再販ですよ皆さん、岡部愛美さんのスカートとも相性抜群でございます。久しぶりに見れました。みぐちゃんこんにちは、うん、月曜日に息子のりつきを出産しました。用意していただけると嬉しいです。おめでとう、お疲れ様でした。ぜひりつきかハッピーバースデーでいいかな、うん、0歳だからハッピーバースデー。でも生まれたのがハッピーバースデー。そうですね。じゃあ最後に歌いましたので、よかったら、はい、最後に歌ってください。はい、ね、白も可愛いですよね、うんうん、そう、なんかちょっとリンクコーデみたいな。本当や、リンクコーデだ。可愛い、はい、あ、そうです、岡部愛美さんトップス新色出ました。そうなんですよ、 それもね持ってきてるので今日に合わせていろいろ使っていこうと思っております、はいはい。ベージュのパンツには何色がおすすめですか？ベージュのパンツにはでも私やったらホワイトかなと思います、うんうんうん、ベージュの濃さにもよるんですけど、うん、薄いのやったらあの上がこういうミント、うん、の色味でも可愛いですか？あ、ちょっとパッキングいいの、すみません。すみません、ミントの悩みでも可愛いかなと思います。濃いめのベージュだったらやっぱり私はホワイト合わせるかなと思います。そうだね、はい、うん、ですね。あ、あゆみさんスカート合わせ好きだ、可愛いね、本当に万能ですよね、うん、これ、はい、あの結構初回すぐ売り切れちゃって今日再販なので皆さんお早めにチェックしてください。はい、はいはい、あ、みーちゃんじゃなくてね、ぐーちゃんが誕生日なんですよ。そうなんですよ、ぐーが誕生日でございます。パープル同士合わせたらセットアップっぽい。あ、これとこれ、あ、でも似ている色味が、なんか めっちゃ一緒に、ちょっと違うか、ちょっとこっちの方が淡い、このトップスの方が淡いよ、けど似てるね、似てますね、なんかちょっとワンピっぽく着るのも可愛いかもしれない、うんうん、はい、はい、よし、そうです、ぐーちゃんお誕生日です、うん、みーちゃんコメント読んでくれてありがとうございます、うん、一番カジュアルに着れるのは何色ですか？私が思うには、でもこれかこれかな、カジュアルに着るなら、うん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 、でデニム合わせをしやすいのはこの2つの色かなって思いますし、うん、そうですね、この2色だけど下はリネンとか合わせやすいにはやっぱりホワイトかなと思います、うんうんうん、デニムと合わせたい方はホワイトかな、はい、私あのホワイトの方がパッと見このレース感のフェミニンさがまだこれやったら白のレースでパキッとしている色なので、うん、このレースが結構目立っちゃうんですけど、ホワイトは同色なのでそんなにね目立たないので、カジュアルに着るならホワイトかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ブラウス大丈夫そうですか？そうね、またやめてないのあったら教えてコーナーでください。はい、では2点目いこうと思うので、そうですね、お願いします。はい、ぐーちゃんのさっきのパンツの品番知りたいです。パンツは M3207 です。だそうです、3207だそうです、はい、あ、そう、背中はですね、襟ないんです、はい、背中までは続いてないんですけど、なのであのガーリーすぎない感じがお好きな方におすすめなのと、なんかここでヒュッとなんかこういう装飾になってるので、なんか後ろでパツッと切れてる感がないと言いますか、こんな感じで刺繍なので高見えはすると思いますよ。あ、ホワイトミント似合いすぎて気になってきた。私もホワイト気になってきました。ミントかなと思ってたんですよ。ミントに白デニム合わせとかしたいなと思ってたんですけど、結構最近ライトブルーのデニムを購入することが多くて、デニム倒せるとなったらなんか白の方が可愛い気もするなとか思ってちょっと悩んでいます。はい、まあ、パープルはくすみ感ありますか？パープルはくすみというより若干深いパープルとかラベンダーっていう感じかな。くすみでもパキッとはしすぎてないし、めっちゃくすみすぎてないっていう、ちょっとなんか絶妙なラインにいる感じかな。なので、うーん、私も着れるし、ぐーちゃんも着れるし、いーちゃんも似合いそうみたいな、うん、なんかちょっと中間の色な、素人目の説明なんですけど、なイメージがあります。
はい、商品に関係ないコメントですいません。なやろ、なおこさん、なおこさん、あーちょっと埋もれてしまっている気がするので、もう一回いただけますか、すいません、申し訳ない。M3207 すごくおすすめですよ、私2色持ってます。ベイちゃんありがとうございます。 M3207 ってブイちゃんのやつか。そうですね、ありがとうございます。履きやすいよね、持ってる気がする、多い気がする、あの車内で。あ、レトロな感じね、レトロな感じ可愛いですよね。ジャンスカの下に合わせ、あジャンスカも可愛いですし、今日のこのサロペットでも可愛い気がする。この襟だけシャラッと見せて、こういうサロペラスも可愛いと思います。今から見ます。今何点目ですか。今1点目です。2点目にふーちゃんが今着替えてもらってるので、もうすぐ2点目が始まるところです。今はこの襟がついてる切れ目ブラウスを着用しておりました、はい。リンちゃん、リンちゃんがお誕生日スクショしました、ありがとうございます。サロペットハウス絶対可愛いね、可愛いですよね。あ、はい、ブーちゃんっぽい、はい、